トーカスっていう本郷にあるギャラリーで初めて展示したものを新作を交えながら再構成したインスタレーションになってるんですけど、ほとんどその時に作った旧作で新たに入れたのは2点ぐらいで、基本的には過去作の再構成っていう形をとっているんですけれども、オーディオガイドを含めたインスタレーションで、そのオーディオガイドの内容を書き換えたりとか、新作が入ることによって旧作の見え方もすごい変わっていて、組み直しっていうよりかはもう完全に新しい作品になったなっていうのを、出来上がって改めて見てみると感じました。こちらの作品、フォトショップの、スポットシフトブラシツールのツールを使ってるんですけど、このツールの説明を簡単にすると、このスキャン、画像のスキャンとか撮影の時に入り込んでしまったゴミとか、あとは空の雲とか鳥とか人とか望まれない被写体、取り除きたい被写体みたいなのをそのツールで塗ってあげると、周りの画像から解析をして、自然に隠すようなテクスチャーを生成してくれるっていうツールなんですけど、それを使って制作しています。で、どういうふうに作ってるかっていうと、これ確か大体、5、6000円ぐらいのグリッドにこう画像を分割しまして、そのグリッドのうちからランダムに何個かを選択して、その部分の画像を一旦消すんです。で、消したところをそのスポットシフトグラフするでもう一回修復してあげるということをすると、で、消えたところが前の画像からこう類推されて、こう保管されて画像が生成されるということが起こるんですけど、そのプロセスをまた別のグリッドに対しても、また別のグリッドに対してもずっと繰り返していって、元の画像が全部なくなるまで全てのセルに対してこうスポットシフトグラフツールをかけるということをやって作られています。こうフォトショップみたいなツールっていうのは使いたくなくても使わなきゃいけないツールになっているような気がしていて、つまり写真をこう制作するための条件みたいなものになってしまっていると思うんですね。で、そういったものってこう隠して使ってないように見せることもできるけど、実際には使っているっていう事実が作品の中に含まれているから、その事実っていうのが一体どういったその写真を生み出す条件というか、状況になっているのかっていうのをこう作品を通じて見せられると面白いかなというふうに思っていて、なのでツールに思い入れがあるというよりかは、写真っていうのが今どういうふうに作られているのか、イメージっていうのがどういうふうに生成されているのかっていうような写真や画像を巡る状況みたいなものを考えるために、資本としてもすごく大きいし、どんだけこう逃れようとしてもなかなか逃れられないようなそのインフラになってしまっている、ソフトウェアでも作品の中で積極的に使って、写真がどういうふうに加工されているのか、どういうふうに被写体が隠されているのか、美化されているのかということを、イメージを通じて見せられると面白いかなというふうに思っています。そもそもオーディオガイドを使ったその展示っていうのを考えたきっかけとしては、その作品、特に現代美術の作品っていうのはしばしば作品を見ただけでは何が行われているのか全然わからなかったりとか、歴史的にも写真ってやっぱりそのどういう状況を写したのかっていう、キャプションだったりとか、あとは新聞とか報道とか写真集とかもそうかもしれないですけど、記事と写真だったりとか説明書きと写真だったりとか、もしくは写真のこう並びの中で作品だったりとか写真というのは経験されるわけですけど、美術館みたいなホワイトキューブに関わると、作品は作品一つで成立してるっていうようなある種の幻想みたいなものが付きまとってくるわけですけど、実際にはキャプションがすごい重要だったり、キャプション読まないと全然わからなかったりっていうことがあるなっていうふうにずっと思っていて、美術館だとそこがその作品を作るアーティスト、キャプションを書く学芸員ないしはキュレーターっていうような分業が行われているけど、実際にはそのキャプションが作品の内容だったりとか作品のコンセプトだったりとかを伝える重要なこう要素として存在しているのだから、終焉化せずにむしろ作品の一部に組み込んでいった方がよりこう鑑賞の経験を作り込んでいけるんじゃないかというところから、オーディオガイドだったりとかキャプションだったりとかに関心を持ちました。で、それが博物館の経験だったりとかということとすごく似通っているところから、自分の作品を作品単体ではなくて時間的ないや分野的な広がりを持ったいろんな要素とこう組み合わせて見せることによって、展覧会ないしはインスタレーションっていう枠組みの中でこう、広がりを持って提示できるんじゃないかなというふうに考えて、オーディオガイドという形式を使っています。